若い子にもっと美術館に行ってもらいたい。行ってもらいたいね。子供たちに美術を教えてみたい。俺が？はい。俺はいいよ、誰かが教えてほしい。絵画と同じくらい彫刻も好きだ。あ、好き好き。好きな建築物がある。あ、ありまくり。目をつけている新人画家がいる。もういっぱいいるよ。NFT は今後一般に普及すると思う。うん、よくわかんねえや。二度と見たくない絵がある。見たくないまではどっちでも見ないだけだからな。うん、ゴッホに会ってみたい。やべえ、大変だろ。カラバッチョに会いたい。大変だろ。殴られるだろ。和田が描いた絵の中で購入したい絵がある。購入はしないけど。YouTube 始めてよかった。あっちとも言えないな。コメント欄は必ずチェックする。まあ、結構ちゃんと見ようと思ってますよ。間違いを指摘してくれる人がいるからね。 YouTube を始めて意外な人からリアクションがあった。あったっちゃあったね。コロナが収束したらこのチャンネルで海外取材に行きたい。いや無理だろ。金ないだろ。コラボしてみたい人がいる。どっちででも替え歌企画実はまたやりたい。美術以外の企画もやってみたい。今んとこはいいや、うん、最近和田の成長を感じる。いや感じるな。感じる。すごく感じてる。気になっている YouTuber がいる。いや欠かさずチェックするチャンネルがある。中川家チャンネルとかそういうのでもいいの？あ、大丈夫。清水美智子チャンネルとかでもいいの？好きな建築物は何ですか？もう俺建築大好きだ。建築、大概の建築好きだからさ。そうなんですね。うん、いろんなタイプのものが好きだよ。みんながしてるところで、和田は言ってないか、彫竹居っていうのがあるだろ、京都に。藤井浩二さんっていう建築家がいるんですよ。京都大学の建築家の先生になって。その人もともと広島の方の造り酒屋のお家の出身で、お金持ちなんだよ。理想の住居っていうものを追求して、京都の大山崎美術館の近くなんだけど、そこに結構広い土地買って、そこにいくつも作って5個目かなんかでできたのが彫竹居なんだよ。ある意味もうその住居の完成形なんだよ。すごいいいんだよ。年取って良さが分かってきたものの中に結構丹下健三があって、代々木体育館とか、あとまあ俺のそこの行く教会のカテドラル、東京カテドラル聖マリア聖堂なんだけど、もうできた時は何てもの建てるんだと思ってたんだよ。昔のあのクラシックな教会の方が良かったのにって思ってたんだけど、最近これはいいなって思うようになったしね。そっちは攻めた方向のが好きになってきたとか。いや、あれの良さが分かってきたね。欠かさずチェックするチャンネルがあるっていうのは中川家。中川家チャンネルだから。いいですね。清水美智子チャンネルだから。清水美智子さん。確かに面白い。あとは藤井風とかさ、チャーさんとかさ、あと内田貫太郎さんのやつも見てるけどね。優香団っていうバンドのギタリストだった人。あと最近見てなかったんだけど、なんだっけかな、ドクターキャピタルとかいう人いるだろう。あのアメリカ人の人で音楽学の先生なんだよ。だけど変に関西弁の日本語がうまい。あの J-POP の研究をで有名な人らしいんだよ。それで本人もミュージシャンなんだけど、あの必ずどうも、ま、なんか毎度ドクターキャピタルです、音楽博士やさかいにドクターやねんって言って始まる。面白そう。チャンネルなんだけど、この人が、この人はだからギターものすごく上手いんだけど、自分でこう弾き語りしながら J-POP の曲を分析して解説してくれるんだよ。これが素晴らしいんだよ。本当にいいところを分析してくれてて、それを弾き語りするギターがまた素晴らしく上手い。見たい。